泉大津断じり祭りは、大阪府泉大津市各地で行われる秋祭りの総称。泉市池上町も含まれる。通称は、浜八町。旧、仙北郡大津村に該当。断じりの種類は、雪中型に分けられる上断じりで、南海本線より、浜川で主に行われている。速度に乗った断じりが、前方で停止している、別の断じりへ追突する。 勝ち合いで知られている。1960年頃までは合意なくぶつかっており、喧嘩になることも多かったという。大抵の上段尻の鬼板に施される獅子の彫刻は、一般的に、鹿かと呼ばれるが、泉大津市では、鬼熊と呼ばれる。上野町、西の町、下の町、宮本町の鬼熊には鳥臼島がついている。1785年、岸和田城下の北町が、 歌大津村から大型だんじりを購入したものの縄文を潜ることができなかった。これがきっかけとなり、翌年には柱に細工を施しただんじりが、岸和田で製作され、岸和田型のだんじりへ発展していったと言われている。旧、戦北軍嵐村に該当。だんじりの種類は、下だんじりで南海本線より山側で行われている。そね スケマツ地区と共に十二町連合が組織される。また、過去には、穴市地区の穴田、宮町、虫取町にも団りが存在していたが、現在は廃止されている。旧、仙北郡、上条村及び白田村大和池上に該当。団りの種類は、下団りで、南海本線より山側で主に行われている。穴市地区と共に十二町連合が組織される。 1889年の町村静志向で、池上村は白田村大技池上となった。しかし、白田村単位での神社合祀は実現することなく、1909年に池上が上条村の曽根神社へ、黒鳥が国府村の伊豆井上神社へ合祀した経緯がある。ありがとうございます。